背景、10年前の私へ。気づけば、高校生活も残りあと1年になりました。小学校の入学式の少し前、桜が散ってしまう前にっておばあちゃんと写真を撮りに公園に行きましたね。電車に乗るのもその時が初めてだったと思うんだけど、ピカピカのランドセルが嬉しくって窓の外全然見ていませんでしたね。おかげで毎日通う学校の一駅前にあの公園があったのに、つい最近まで気がつきませんでした。ここで降りるのはあれ以来初めてになります。そういえば、いつの間にか一人で電車に乗れるようになっていました。ずいぶん身長も伸びたんですよ。高いと思っていた桜の花も今は手を伸ばせば届いてしまいそうです。お勉強はまだもうちょっと頑張らないといけないですけど、君の憧れるようなお姉さんに慣れていたらいいな。敬語。